スペードが5ヶ月ぶりに店舗ナンバーワンに輝いた。混戦の中、組織力で勝ち取ったナンバーワンだった。無理はもちろんみんな知ってると思うんですけど、無理させすぎたり無理しすぎると結局壊れちゃって本末転倒というか、だからまあ僕らがその前を取った時も言ってたんですけど、まあ5時から1時から上げていって、まあ、どんどんその、まあ、無理せずに取れるというか、で今のまあメンツ見ててもそうなんですけど、まあ、そのぐらいの力絶対持ってるんで、あとはまあそこを、まあ、どういう風にお店の組織として、まあ、1たす1じゃなくて、まあ、掛け算とかにしていくかっていうところは結構大事だと思ってる。先月の自分を結局超えたら、まあ、必然的に1位が近づいてくる。自力から底力を上げていき、無理せずナンバーワンを取れる組織を目指している。スペードの、ね、その幹部たちは、まあ、他のところの役職、まあ、ちょっと役職名とかバラバラに違うと思うんですけど、同じぐらいの立ち位置の子には、まあ、絶対負けないっていう意識でやってるんで、今月はちょっと取っときたいなっていう、まあ、2番手のバースデーで、まあ、2連覇っていうところも意識、まあ、高い子はやっぱり高いんで、高い子はもう勝手に上がっていってますね。次は2連覇しよう、まあ、この気持ちが大事というか、そうやって思うこと、思って動くこと、思って行動すること。10月度はミカドクーのバースデーもあり、店舗売上 V2 を本気で狙う。本気なやつがやっぱ悔しがると思うんで、本気やったからこそそういう思いがあるからですけど、プラスもやったら変わるんで、まあ、もちろん勝ちますけど。2016年10月度店舗売上ランキング第6位2ランクダウン、ラブホリック。第5位順位変わらず、ドキドキゴーファースト。第4位2ランクアップ、ドキドキゴープログレス。10月号トップ3はこの店舗だ。クーのバースデーが成功したことで店舗売上 V2 達成なるか。代表結城拓也率いるノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブ、スペード。友和のバースデーで勢いをつけナンバーワン奪取となるか。代表万歳高博率いる2015年度最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。新生ワッツアップとなり、いきなり頂点に立つか。代表笹波光也率いる逆境をチャンスに変えるプラスオンリースタイル、ワッツアップ。10月の店舗ナンバーワンに輝くのは。第3位フォーランクアップ、逆境をチャンスに変えるプラスオンリースタイル、ワッツアップ。第2位ワンランクアップ、2015年度最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。第1位 V2 達成、ノービスファミリー東心斎橋遊戯クラブ、